を聞きの皆さん、こんにちは。トイステージです。はい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 何今のいや元気に行ってみようかなと思って、はい、一応ね、あの朝の9時にアップしているトイステージラジオということで、うん、朝の爽やかな雰囲気をねもう一度意識して今回は放送していきたいと思っておりますが、はい、どうでしょうか。じゃあ爽やかにね。はい、なんか前回も爽やかにねと言って結局そうあんまり爽やかじゃなかったねあんまり爽やかって試しがないって思うねんけどまあそれはね、少女時同じこと考えてますお元気ですか、まゆちゃん。はい、元気ですよ、もちろん。うん、今日の朝ごはん何食べましたか。今日の朝ごはん何食べたっけ。ブリ朝から作ったの、うん、何ブリ、ブリの何。ブリの煮物。へえ何食べたん、トモミちゃん。私ね、あ、納豆。あ、納豆納豆食べた納豆結構食べる大好き。あ、そう、うん、いいよね。私絶対柚子胡椒入れる。あ、そうなんだ、うん、柚子胡椒は入れたことないわ。ほんま、めっちゃ美味しい。本当ですかなんか最近何でも柚子胡椒かけてる気する。あ、なんかね、おでんとかにつけると美味しいんでしょ。すごい美味しいよ。へえ、あったまるし ねおでんも寸胴で作っちゃった。寸胴、寸胴なんてあるの。あるよ、お家に。あるある。どれぐらいの大きさ。え、私の寸胴ぐらいそれ結構大きいですけどそんなのが一般家庭にあるんですか。ありますよ。どのぐらいだって。私の中のイメージの寸胴っていうと、ほらラーメン屋さんとかでさ、鶏ガラスープとか出してるような、あれぐらいの。あ、そこまでレベルをイメージしてんだけど、あれよりちょいちっちゃいかな。まあ、でも一人暮らし用ではないよねっていう感じですよね。そうなんだ。だからいつもなんかシチューとかカレーとか、うんうんうん、まあ、おでんもそうやけど、うんうんうん、一人暮らしの分量ってどれぐらいって未だに分かれへん。でもなんかいっぱい作った方が美味しいんでしょ。そう、ああいう煮込み系はね。そうで、火立つとまた余計美味しいもんね。火立たないでしょあなたまあ2日ぐらいは持つよ持たす持たす2日そうですか。そうそうそう、いいね、温かいものね、うん、なんかほら最近は寒いのでね、うんうん、なんか寒さゆえのなんかこう楽しみ方とかある？なんかこう冬ならではの季節を満喫してるようなね、楽しみ方ってありますか？そう言われたらあんまりないな。ないんすかまでもあの半身浴はやっぱ冬場はめっちゃするね。あ、なるほど。なんかいろんな、うん、あのお湯の素みたいなの入れて、はいはい、うんうんうん、ある、うん、それを日替わりで楽しむ感じ。あ、なるほどね。なんかね、すごいこう汗いっぱいかけるやつとかあるやん、うんうん、あるあるある。あとソルト系のやつとかさ、バッカンみたいな。あー、それ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 。ともみちゃんはそのなんか冬ならではの。私はね、ジョギングをすごいよくしてるんだけど、あの冬ならではのあの空気の澄んでる感じとか、うんうん、あとはその朝走ってると富士山が見えたりね。でもそれはもう本当冬ならではですよ。空気が澄んでないとやっぱり富士山ね、うん、見えなかったりするから。そう、ね、夏の間は見えないのよ。あ、そうなんや、うん、同じとこ走ってても。そうそうそう、同じ時間帯でも。そう、へえ、冬の間の、うん、しかも晴れてて空気が澄んでいる時間帯じゃないと、うん、だから昼間走っても見えないし。あ、そう、うん、なんか最近めっちゃ走ってるよね。そう、しかもなんか Facebook とかで見るけど、うん、もうなんか格好も本格的じゃない、うん、格好。そう、格好大事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 よ、めっちゃ大事よ。そっから始まるよ。そう、この間さ、朝走ろうと思って起きたら、うん、雨が降ってたから、うん、あ、残念と思って。今日ねすごい走る気満々で起きたから、うんうん、残念だなと思ったら、まあ止んだのね、雨が。おうおう、あ、じゃあちょっとやんだし、うん、走りに行こうと思って走り出したらね、今度雪が降ってきて。あ、めっちゃ寒かってんやん。雪と思ってでもなんか走り始めちゃったから、うんうん、あんまりこうね、家に戻るのもなんか、まあね、ちょっとなんかこうね、うんうん、収まりつかないというか、うん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 、だからそのまま走り続けてたら、うんうん、吹雪みたいになってきちゃって、へ、うん、でなんか走ってる場所が結構あの自然豊かなところだから、うんうん、結構なんかね、遮るものないんですよ。へー、うん、そしたらもうなんか吹雪みたいになってきてその中をこうもうロッキーのように走ってじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃんじゃんじゃがじゃんじゃがじゃんじゃじゃじゃんってね、じゃらーらーそうそう、ともみ登場みたいな生卵飲みますみたいな
感じでいや、ね、心も体も鍛えております、はい、トイステージのともみとまゆちゃんがお届けします、はい、トイステージラジオスタートです。トイステージラジオ、はい、生卵は飲んでないともみです。生卵3つはきついよね。3つロッキー5個とか飲んでるの。どのぐらいですかね。そっか、せっかく生卵を食べるんだったら目玉焼きがいいな。あ、ゆで卵やん、いつも。あ、ゆいつもとか言って、だって目玉焼きはお弁当とかに持ち歩けないじゃん。コンビニでも売ってないし。そうね、そうね、うん、あ、そっか。ほんまは目玉焼きが良かった。目玉焼き好きなの。あ、そうなんや。何味ケチャップ、ケチャップダブルケチャップケチャップマヨネーズ。さすが高カロリー。何この、高カロリー白書。白書。私はね、あれですよ、ソルトです。へえ、ソルト&ペッパーです。嘘。でもあのご飯と一緒に食べるときはお醤油。あ、お醤油ね、うん、まあお醤油かおソースかって言われたらおソースやけどね。いやー、さすが。いや、わからん、わからん。でもおソースも美味しいよね。美味しい、美味しいねー、うん、他になんか美味しい食べ方あんのかな。え、卵焼き、うん、ちょっと目玉焼き、うん、でも柚子胡椒も美味しいよ。柚子胡椒ちょっとつけても美味しいよ。なんか会社の人ですか。今度柚子胡椒あの CM に出たいんでしょ。本当にやらしいわ。やらしいわ。何の話だっけ。そうそう、あのランニングでね、ランニングでね、そう元気に走ってるという話してますが、うんうん、まゆちゃんはウォーキングをね、うん、やってるって言ってたけど、そうよ、そうよ、やってるやってる、通勤でね、通勤をもう電車をやめて、うん、小1時間ぐらい往復。すごいね。1時間、へえ、歩いてますがな。歩く方が寒くない？でも温まるよすぐに。あ、そっか、うん、あの大きめに腕を振ります。え、何キロぐらい？分からん。何駅ぐらい？4駅は結構すごいかな。まあその、うん、沿線にもよるんだろうけど、うんうんうん、そうね、そうね、まあそんなに遠い駅じゃないけどね、一個ずつが。へー、あれつければいいじゃん、あのマンポケ、うん、あ、そうやんな、うん、何歩以上やったらすごいとかも分からんけどね。マンポじゃない。私1万歩歩いてんって言ったらすごってなる。いや、いいんじゃない、健康のためにほら、なんか何歩以上歩きましょうみたいな。あ、そういうのあるじゃん。何歩か分かってないんやろ。そっか、ほら年代とかにもよって違うんじゃない。あ、そうやんね、そうやんね、うん、あ、どれくらいなんやろ。なんかね、いいかもね、買ってみても。なんか携帯にそんな機能はないんかね。あるよ、もあるよ、もあるのもあるよって言おうとしたら今めっちゃ短縮された。あるよ、もわからん、なんで分かってくれないみたいな。一心伝心。頑張ります。でも歩いてるとさ、うんうん、あのまあ、走ってる時よりも、うん、多分さらにこう周りの景色とかね、いろいろ見えるんじゃないかなと思うんだけど。そうよね、なんか最近で、うん、花が咲いてましたとか、こんな美味しいパン屋さんがありましたとか。あのね、ラーメン屋さんがね、あ、それあれじゃないの、うん、あのなんだっけ、担々麺食べるとこ。あ、それもやねんけど、うん、その歩く道すがらに 5,6 軒並んでるわけよ。へー、ラーメンストリート。ラーメンストリート、うん、うん、私勝手に、うん、そう。でも通るたびにもう、うーんってなる。あ、そう、もうめっちゃ悶絶ストリート。そう、嫌やわ。もうめっちゃ、はい、じゃあもうちょっと早めに出て、なんかね、お腹からこうグーって吸い疲れてる。うーん、感がある。それ入ったことはないの？何軒かはあるよ。でもやっぱり我慢するよね。そんなにあるの、何軒かは。まあ2軒ぐらいあるけど、うん、まだ全部は行ったことないけど、ちょっと誘惑と戦ってる。戦ってますか。だから私いつも誘惑と戦うストリート。そっか、はい、あのね、うん、今日のテーマは標語っていうことでやっていこうと思うんだけど、うん、道とかを歩いてると、うん、標語とか、あの例えばほら、右見て左見てとか、飛び出し注意とか、はいはい、あのね、うん、道で発見することってある？あー、でも飛び出し注意はあるね。あの、あれ、なんか小学校の前とかに黄色い看板みたいなのでよく見る。そういうね、標語をちょっと
作っていこうと今日は思ってるんですが、作るんですね、うんうんうん、ああなるほど。さあというわけで、はい、早速今日のテーマに行ってみたいと思います。今日のテーマは標語を作ろう。さあそもそもね、標語とは何ぞやということなんだけども、何ぞ何ぞウィキりました。はい、お願いします。標語とはある集団の行動や判断における基準、うん、規範、指針、理念を簡潔に表した文章や言葉や句である。ほう、そう、俳句同様に五七五の型を取るものも多いと。うん、あとほら、うん、学校とかで作んなかった昔。あ、小学校とか中学校で。うん、私覚えてる、小学校の時作った五七五。なになに、五七五標語？違う、隣のね、柿美味しそう、食べたいな。標語じゃない。五七五、五七五つながり。しかもうちのキーではないという。隣のねみたいな。隣のさすが小さい頃から食いしん坊のまゆちゃん。そうそうそう、まあそういうね、うんうん、のも楽しいよね。さらっと言ってましたね。はいはい、今回はですね、うんうん、この標語があったらいいなみたいなシチュエーションをどんどん出していって、うんうん、はいはい、それに合ったあの標語を作ってみたいと思います。はい、うん、はい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 。例えばさ、うんうん、この時期だと、うん、うがい手洗いとかって大事じゃないですか。あ、大事 ね。そんな時にこう、これこういう標語があったら思わずうがい手洗いをしたくなっちゃうような標語を作ってみたりとか、うん、おー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 、うん、こういうシチュエーションであればいいよねみたいな。そう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 、なんかそういうのある？こういうシチュエーションでこういう標語があったら、うん、なんかそれをちょっと率先してやってみたくなったりとか。あー、うん、お片付けとか。お片付け、あ、いいですね。うんうんうん、なんかそういうのがあったら楽しそう、うん、あ、楽しそう。お片付け嫌いなんですか、まえちゃん。お片付け、まあまあまあ嫌い。やったね、昔。うん、うん、昔昔今超綺麗だもんね、家ね。うん、そうそう。もちろん。ね、あとはね、私最近、うん、あの英語保育の教室でね、うん、おむつが取れた子をね、よくトイレに連れてくるんだけど、はい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 、やっぱでも一人でトイレするのって、うん、ちょっとそこには大きな壁があるんですよ。そうよね、うん、まあね、本人の意思もあるんだろうけどね、うんうん、そう、そういう時にこんな標語があった。標語を聞かないか、そのまあ確かにね。まあでもそういうキャッチーなのがあるとね、うんうん、いいよね。ね、でも一人でトイレってさ、どうやったらしたくなるんだろうね、うん、やっぱおむつが濡れて気持ち悪いとか。あー、そういうその年代で物理的なのもあるし、うんうんうん、あとね、なんか最近トイレに行き出した子がね、うんうん、あの本当にやりたがるのがね、うん、流したがる。へー、自分で流したがる。あ、そう。あとスリッパを履きたがる、うん、大人の。あ、そう、大きいやつを。そうそう、でもさ、そういうのも多分きっかけになるんじゃない？いや、なると思う、なると思う。トイレトレーニングとかね、うんうんうん、そうそう、だからそういうのもこう踏まえて標語を作っていったりしたいなと思いますね。それいいな、いいな、それ。へー、うんうん、あとはそうね、うん、あと約束を守る標語なんかもいいんじゃないですか、うん、いいね、うん、大事ね。そうね、約束守ると何がいいんだろうっていうことをちょっと考えて、うんうん、約束を守ると何がいいんですか、まえちゃん。へー。お友達と仲良くなれる。そうそう、そうだね、約束をちゃんと守ってるとお友達もいっぱい増えたりするからね、うんうんうん、あとね、私小さい時に朝ごはんがあんまり食べられなかった、うん、なんで？なんか子供の時って、ね、なんか寝起きたまちょっとぼーっとして。へー。そうそう、なんか朝ごはんを今じゃ考えられないけど、うんうん、朝ごはんを食べるのめんどくさかったりした。へー、そうなんや。ずっと寝てたいみたいなね。もったいない。なかった、そういうの？ない。そっかそっか、朝ごはんの匂いで起きれる。あ、お腹空いて目覚めるみたいな。そうなんだ、うん、そういう子もいるね。うん、あ、いい匂いしてきたと思ったらカバッみたいな。本当、私はね、うん、ちょっとそういう思い出があるので、うんうん、そう、朝ごはんを元気に食べられるような何か標語を作っても楽しいかなと、うん、あ、なるほど、ね、一日を、いい、一日を乗り切るためにまあね、元気に、元気もりもりで朝ごはん食べて。そんなに子供は疲れてないね。まあまあまあ、元気いっぱいやけどね。じゃあ早起きとかできた、ちゃんと。早起きね、あー、いや、あんまりやな。
でもまいちゃんだったらその早起きをするとための標語は、うん、多分朝ごはん関係になるんじゃない。そうね、美味しいもので起きれるね。朝ごはんが待っている的な私を待っている的な、うん、ね、いけると思う。あとなんかともみちゃんとかはさ、うん、読書とかは読書めっちゃしてるイメージあるけど。あそうね、でも逆に読書って別になんか日常だから、うん、あんまりなんか取り立ててあそういつもやってるよみたいな全然俳句じゃないし、いつもやってるよって読書だよ言い方だけで面白くしようとしてるほんまや、うんうん、なるほどね。そんな感じ、まあ、本当にさ標語っていろいろあるじゃないですか、うん、もう世間的にもとても有名な標語、そうね、うん、幼い書けない喋らない、はいはい、これはあの消防の、そう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 、防災訓練、避難訓練とか、はいはいはい、とかあとは飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、あ有名ね、うん、飲酒、はいはい、運転禁止とかね、うん、あとこれ標語かなと思ったんだけど、うんうん、小さな親切大きなお世話、はあ、聞いたことあるな、聞いたことある、ね、それ何のあれやろうな、なんだろうね、もうそのまんまなんじゃない普段の生活の中でそう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 、あそうなんかな、あと手を挙げて横断歩道を渡りましょう、はいはい、とかね、赤信号みんなで渡れば怖くない、それ標語違うのバイビートたけしなんか続きあるんちゃうかった、青信号、あそうな、一人で渡って渡れば恐ろしい、恐ろしい、そんなうん、あそうそうそんなそんなそんなうんうんうん、懐かしい、あるある、そんな、そっか、なんかそういうなんか何キリがいい感じ、うんうんうん、に収めればいいの迷子の迷子の子猫ちゃんみたいな、それ歌詞あなたのお家はどこですかみたいな、歌詞でしょあかんのかそうね、じゃあまずさ、うんうん、手始めにはいはい、手を挙げて横断歩道を渡りましょう、まあはい、いきなりね、うん、標語を作るのはちょっとハードルが高いと思うので、うん、まずはそういう有名な標語をですね、うん、はいはい、ちょっとアレンジして、アレンジ、うん、ちょっとやってみませんか、なるほど、ちょっとウォームアップも、ね、うん、兼ねて、オッケー、オッケー、それでは後半もお楽しみに。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are タイデース、面白すぎてすんません、嫌な感じ、笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ、この面白さにトリックはありません、 I'm hungry。 底辺だ底辺だ、まいちゃん、またのまい、今日は素敵なゲストが来てくれました、マジっすか、今話題のあの方です、お呼びしましょう、はいはい、ゆうゆちゃん、こんにちは、こんにちは、元気だね、元気ね、さあこのねトイステージラジオの中でも、うん、何回もちょっとねお話しさせてもらいましたが、そうそう、はい、ゆうゆちゃん、うん、NHK みんなの歌ね、2月と3月の月歌で、うん、6歳のバラードというね、とってもね可愛らしい、可愛い ねもうめっちゃ話題、そうそうそう、今話題の、うん、あのお歌を歌っている歌手です、はい、ねえ、こんなちっちゃいのに、ねえ、ね、今日よろしくお願いしますね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、さあそしてゆうゆちゃんのお隣にね、うん、すっごく綺麗な方が素敵ないるんだけど、はい、ゆうゆちゃん紹介してもらってもいいかな、はい、誰ですか、井上あずみさんですママですって言われると思ったんですけど、ママですって言えないの、言えないの、なんかあの一応新人タレントと恥ずかしいわ、もう来年30周年を迎える井上あずみです、本物タレントもう本当に業界をね、うん、もうトップの、もう本当に素敵な、私たち も何回もご一緒させてもらってる、うん、ね、あの、はい、隣のトトロなどを歌われている、はい、歌手の井上あずみさんにも来ていただいています、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、いやなんか親子共演ですね、ね、すごいよね、でもなんてキラキラした親子なんでしょう本当に本当に本当に、ね、いつも思うよね、今日もスタジオに来られた時から違うかったもんね、なんか私たちが最初にスタジオに入ってて、うん、なんかドヨーンとした感じだったんだけど、そう、もうスタジオの空気がねこの2人が入ってきたら、ここは何、なんか一瞬にして、ね、
なんか南国みたい、南国南国のステージみたい、なんかなりましたよ。ビデオも撮るって言うんで、うん、綺麗な格好してきたんですけど、そう、そのステージの時にはすっぴんで何よ本当すいません、いや私化粧してますよ、え本当すいません、私ですそうそう、冷や汗でね、違う違う違いますよ、そうそう南国やからねさあ今日はですね、この素敵親子のお二人にですね、いろいろお話を伺いたいと思いますが、はい、まずあのゆうゆちゃんね、はい、あのデビューしたということで、うん、どうですかゆうゆちゃん、楽しい歌。はい、楽しいです。本当にもう大きいね、舞台でもいっぱい歌ってるよね、うん、はい。おー、どうやった、うん、すごく、うん、皆さんがいっぱいいて、うん、すごく緊張したけどすごく楽しかったです。おー、あの沖縄で、うん、はいはい、沖縄国際アニメコンテンツサミットという、はい、あの本当に1回目なんですけども、はい、あのつぶらやさんのウルトラマンのいろんなコーナーがあったり、はい、いろんなアーティストの方がアニメを歌ってる人たちが集まって、ライブがあったんですけども、はいはい、例えばあのエヴァーゲリオンの、はいはいはい、高橋洋子さんだとか、はい、ポケモンを歌ってる松本梨香さんだとか、あと春日などの、まあ、声優のアイドルですね、はい、平野綾ちゃんだとか、はいはいはい、あと真剣ジャーだとか、あとそういった特撮関係に歌っているサーキックラバーさんだとか、はい、あと稲妻イレブン等を歌っている、はい、名前が難しすぎて私かっこいいあのラップの、ね、お兄ちゃんたちとかね、はい、あの大丈夫です、あのテロップが出てます今。あ、そうですか、うん、そして、まあ、私井上あずみと、今回はですね、あの MC がショッカー大野さんっていうね、とってもね素敵なお兄さんが、はい、あの司会をしてくれて、一応なんかこう、まあ、デビューしたばっかりということと、はい、あと、まあ、ちょうどねさっきも言いましたけど、みんなの歌で2月3月に放送されているということで、はいはい、ゆうゆも特別ゲストということで歌わせていただいたんですけど、1000人ぐらい集まったんですよ。で、まあ、ライブハウスなんでね、すごくもう本当に一人一人の顔が間近に見えるぐらい本当近くてね、それは余計に緊張しちゃうじゃないかな。全然緊張しませんでした。いやなんかね、その爪の赤を一さじくれて、このまゆちゃんにくれませんかね。飲ませてください。すごいですね。でも、でね、もう面白かったのが、うん、ちょうど、まあ、ゆうゆが6歳のバラードを歌った後に、うん、私が君を乗せて歌ったんですけど、その時にね、あのなんかりかちゃんとあやちゃんが台車を持ってくるのよ、はい、ステージに、はい、だからなんでだろうと思ったら、あずみが歌う曲に関連してんだよって言うから、何だろうと思ったら、うん、台車に乗せてゆうゆを持っていこうとらしくて、ね、乗せてという、そこだけで台車を持ってきてゆうゆなんと最後台車に乗せられて帰りました。ゆうゆを乗せて、すごい井上あずみさんで君は乗せてですっていう感じ。それをすごいなんか自由な感じの舞台です。だいぶ自由だったね。楽しいですね。君を乗せてって君は乗せて、それでもすごく、ただでさえね、あずみさんの君を乗せてって本当に人気のある曲で、うん、はい、ね、もうみんな大好きな曲なのに、そんなサプライズがあったらさらに私も知らなくて、もうその時では思いついたらしい、リカちゃんが。本当に飛んでるよね。飛んでる。お客さんもお喜びじゃないですか。いや面白かったよね。ね、でゆうゆの6歳のバラードが、まあ、2月22日にね、どこで発売されてるんだっけ。クイーニー、クイーニー、その日と王様はなんて言うんだっけ英語で。え、わかんない。すいません、まだ小学校1年生の。そうそうそう、いや、小学校1年生なんでね。いや、でもそのヒントでよくわかったわ。キングレコードからね。はい、はい、ね、発売されたばっかりということで、ね、この歌がね、すごく面白い曲なんだよね。なんかどんな歌詞なんだっけ。あ、じゃあなんかすごい、この歌詞は好きとかいうところあるかな、うん、うんうん、はい、あります。あるある、どこどこ。好きな食べ物焼肉ですのところがすごく好きです。好きな食べ物焼肉です。そう、歌詞で、そうそう、歌詞でね、はい、本当に好きなの。はい、へー、そんな歌詞ってめっちゃ珍しいですよね。ましてやあの、うん、な、ね、小さな子供が歌う曲としては、この、ね、歌は、はい、あの
幼稚園の女の子のことを歌った曲なんですけど、うん、まあ、幼稚園のその等身大の6歳の女の子が思ってることをポソポソっと伝える歌なんですよ、うんうん、で例えば他にも焼肉もあったけど、他にどんな歌詞があるんだっけ、ゆうゆう。好きな男の子2人います。あとパパとパパと結婚しないは多分、最後の最後ではね、うん、ママのことも出てくるんだよね。ま、きっとママより美人になるわっていうところもあります。あ、歌ってくれました。はい、でね、なんかね、沖縄ってね、うん、結構替え歌ブームなんですって。なんとか戦隊イエロー、なんとか戦隊オレンジ、 We are トイステージ。面白すぎてすんません。嫌な感じで笑顔がつながるライブ、いつの間にかハッピリケーション、トイステージライブにおいでよ。この面白さにトリックはありません。 I'm hungry。 はい、標語を作るのが三度の飯よりも好きなトイステージのともみとまゆちゃんがお届けしてます。今日のテーマは標語を作ろう。ヘイエーイ。でね、まあ、手を挙げて横断歩道を渡りましょうとか、はい、ね、まあ、とても有名な標語を まずはアレンジしてはい、はい、ちょいちょいと何か作ってみようということでね。なるほど、ウォーミングアップです、はい、何かありますか、まゆちゃん。手を挙げて横断歩道を渡りましょう、うん、もも挙げて、うん、横断歩道も走りましょう。すごい上手。さすがまゆちゃん。私こんな、なになに、手を挙げて、うん、スタイリッシュにタクシーカモン。タクシーカモン、標語じゃない。もうじゃあこれ、はいはい、押さない、かけない、喋らない、はい、さっき言ってた、ね、避難訓練とかの、うん、避難訓練の時の、うんうん、ありますか、はいはい、え、じゃあ私、はいはい、トイステージラジオの参加状、うん、おー、なんでしょう。噛まない、滑らない、オチがない。申し訳ございませんやな。これを前半噛まない、滑らないはね、この目標に、はいはい、オチがない、これ事実です。ガビーン、ガビーンでしょ。じゃあこれ、そう、飲んだら乗るな、うん、乗るなら飲むな、はいはい、飲酒運転、うん、飲酒運転ね、ダメですよ、評価です、はい、ダメです。ありますか。飛んだら反るさ、反るから飛べる、どういうこと。どういうこと、それどういうシチュエーション。走り幅跳び、うん、走り幅跳び、はい、反る、反って飛ぶでしょ。反って飛ぶ、あ、飛ん、そっかそっか、飛ぶとき反るやん、うん、すごい限定されたし。私これはあれですよ、何ですか、食べすぎたときに、はいはい、体重計に乗るときの標語を考えました。はい、どうぞ。食べたら乗るな、乗るならクロージュアイズ。目閉じろと。絶対に絶対後悔するから。ほんで、なんか、これがどんだけ増えてんだろうなって思いながらね、乗ってみてしまった瞬間にもう全てのやる気が失せます。もう目閉じねたら乗らんでいいやん。そう、でもなんかこう気持ち的に気持ち的には乗らないみたいな。あ、最後こう英語で攻めてくるね。そう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 。なんかしかもクロージュアイ。ちょっとささやく、あ、ささやく、ウィスパーな感じで、ウィスパーな感じ。じゃあ、はい、小さな親切、大きなお世話、はい、あ、これ、うん、考えてきました。おー、オッケー。小さなお茶碗、うん、大きなお世話。小さなお茶碗、大きなお世話。そうね、あなたにとってはね、うんうん、なんでみたいな、なんでなんで小さしたんそれみたいな。ちょっとちょっと、じゃあこれは小さなお茶碗、大きなおこわ。これ嬉しいでしょ。嬉しい嬉しい嬉しい。あとこんなのもあります、はいはい、小さな散歩、大崎お供。ここまで来るとも、もはや語呂合わせ。ちいさん散歩あるじゃん。あるあるある。ちいたけおさん。わかるよわかるよ。大崎お散歩してんの、お供すんの。お供すんの。大崎お供。ダジャレか。お腹痛いわ。こんなね、私も夜ね、うん、考えてたら頭おかしくなってきて。あ、でもそういうテンションの方が面白いんじゃ。じゃ面白くないの。朝起きたら、うん、なんじゃこらと思って。でもいいや、行ったれと。行ったねと思ったやん。行ってモテるやんじゃん。案の定なんかすごい爆笑が聞こえてる。私全然関係ないけど、唐揚げで、うん、ご飯いっぱい食べたいな。それ願望？もういつの間にか願望。
いつの間にかがまあね、五七五、五七五、五七五ね、焼肉ででもいいよ、焼き肉ご飯いっぱいいろいろあるじゃん、食べたいな、そう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 、キムチでとか全然地余りキムチでっておもろい、まあそういう系、あのそういう、でもちょっとね、だんだんそれダメ、兵庫じゃなくなってきましたよ、そう、そんなんいっぱい考えてきたのに、だってほら兵庫っていうのはね、うん、そのさっきも言ったけど、うんうん、あのね、うん、ほらある集団の行動や判断における指針を表すとね、あ、まあちょっとこれにね、うん、標準を絞って、うんうん、ちょっと真面目に作っていきましょうよ、今度はね、真面目に、分かった、うん、じゃあさっきさ、こんなシチュエーションで作ったらいいんじゃないかなっていうシチュエーションをいっぱい出したでしょ、はいはい、まずはじゃあうがい手由来の時の標語、うん、真面目バージョン、え、真面目じゃ、ま、真面目じゃなくてもいいけど、うんうん、ある、まえちゃん、私でもね自分に、うん、あの、うんうん、当てはめて、はい、こまめにね、うん、うがい手洗い食器洗い、おーすごーいすごくないやろすごい、なんかでもこうさ習慣にしたいや、うんうん、わかる、だからその気持ちがわかる、あ、ほんと、うんうん、なんか今できてないんだなってちょっと特に最後のやつがやってるんですけどあの、そうでしたっけ、うん、ね、あのこまめにやるとすごくいいじゃないですか、うん、うんうん、どないやねまあね、うがい手洗い、ね、なんで必要かっていうとほら、うん、まあ、バイ菌とかがね、うんうん、そうそうそう、あのお手手についてそのまま食べると、うんうん、風邪をひいてしまったりするわけですよ、うん、そうそう、だから私はもうバイ菌さよならという意味を込めてですね、はい、はい、これ英語で作りました、お、Wash your hands. No, no, バイキン go away. あの真ん中え、No, no, バイキンでちょっと、No, no, バイキン go away. Oh yeah. どうですか？受け、受けるんですけど。ナイスナイス。バイキンマン来ちゃいますよ。あ、ほんまやね。っていうと結構子供たちはね、うん、洗わないと。あ、なる？なったりする。むしろ会いたいけどな、私は。洗わんとこかなって。そんな子はダメよ。ダメよ。ダメよ、洗ってよ。ね、本当に人よりね、いっぱい食べるんだから。そう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 。しっかり手は洗いましょう。はい、バイキンマンに会いたくてもね。はい、オーケー。洗いましょう。うん。じゃあ次、うん、一人でトイレに行くときに。お。標語。あ、それどんな？まえちゃんなんかありますか？一人でトイレに行くとき、うん、ちょっと思いつけへんかった私ささっきさほら子供が、うん、な何をしたら一人でトイレに行きたいかなって思うかなって言ったときにさ、うんうん、まあ、一人で流したりとか、うん、スリッパを履きたいとか、はいはい、まあ、そういうきっかけであの一人でねトイレに行こうかなっていう思う子もちょっといるんじゃないかなっていうところで行きました、うん、はい、できました、流して揃えてパーフェクト、おー、どうですか、いいね、そう言われたらやりたくなるし、そう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 、そうでしょ、うん、やっぱ褒められるとやりたくなるし、そうでしょ、うん、うん、わーナイスナイスですか、流して揃えてパーフェクト、パーフェクトいやそれ使おう、使いましょう、使っていこう、はい、うん、じゃあまえちゃんにもこの言葉を送ります流してるし揃えてるわちょっと私さっきからどんな子よ、すいません、もうプライベートを暴きに暴きまくってます、いやいやいや、ほんまみたいになってるやん、ちゃんとしてますから、じゃあお片付け、お片付け、うん、お片付け、お片付けの標語はうん、おもちゃたち、うん、お家に返してあげようね、うん、かわぶいいね、私違う、標語がいいですね、かわぶいいね、確かにね、うん、おもちゃがこうお家に帰りたがってるよって言われたらなんとなく、うんうんうん、返してあげたくなっちゃうよね、うんうんうん、なるほど、それいい、めっちゃいい、うん、じゃあいただきます、いただきますを言う時の標語、いただきます、いただきますって何のために言うんだろうねってみんなが多分子供たちは疑問に思うわけです、あー、なるほど、言いなさいって言われてやるけどね、うん、まあその食べ物に対してのね、うん、感謝の気持ち、そう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 、うんうん、とかお母さんありがとうとか、あー、そうね、作ってくれて、うんうん、っていう気持ちも込めて、うん、まあ言ったらいいんじゃないかななんて思いますが、うん、なんか
ありますか。あ、そのままなんですけど、うん、いただきます、はい、感謝の気持ちを込めましょう。あー、でもそれほんとダイレクトに必要かも。ダイレクトに、うん、うんうん。私はじゃあ、はい、いただきます、うん、美味しく食べる合言葉。わー、いいね。こんなのもあります。はい、いただきます、うん、ママに捧げる感謝状。あら、いただきます、モダン僕からママへのラブレター。あー、いただきます、モダン僕からママへのラブチューニュー。じゃあ、いやで、どうですか、これが夜中に考えるとこんなもんです。あー、今でもオチあったんじゃないですか。そうそう、噛まない、滑らない、オチありですよ。そう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 、はい、ナイスです。オッケー、ということでですね、はいはい、ちょっと今日は標語いっぱいいろいろ、うんうん、ちょっとまゆちゃんすごいなんかちゃんと力作じゃないですか。本当ですか。もっと力作もあったんですけどね。それじゃあ最後に言ってみようか。いいですか、うん、オチなしにしないでね。難しい。オッケー、行ってみよう。むしゃ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 むむしゃむしゃしゃむしゃ。それ何の標語？何の標語ですかそれは。いっぱい食べよう。いっぱい食べようね。あ、あのよく噛んで、あ、よく噛んでやったらもぐもぐの方がいいな。あよく噛みましょうっていうことですよ。お後がよろしいようで。すいません。ということで今日のテーマは標語を作ろうでした。さあ、標語いっぱい作ったね。うん、作ったね。どうでしたか。楽しかった。あ、でも私一個な、言い忘れたやつあってくだらないものじゃないだろうな。なあ、皆さんもう覚悟はできてると思います。でもこの流れ的に。わかりました。じゃあ覚悟をします、はい、私も、はいはいはい、あの先ほどの押さない、はい、かけない、喋らない、うん、あの、はいはいはい、避難訓練の時の、うん、あれに、うん、かけてみました、うん、アレンジしてみました、はい、まかない、目がない、かたじけない。それ何もう食べたい食べたいばっかりや。どういうこと。それ食べたい標語。食べたいでしょ。まかないってめっちゃ美味しいね。知ってる、まかないって、何、料理屋さんで、そうよそうよ、お料理作ったり うんうん、してる人たちが食べるお食事のこと。そうそう、あの裏メニューみたいなのがあるんですよ。そうそうそう、あ、はいはい、そ、まかない、めげない、めがない、めがない、うん、あ、まかないに目がない、はい、で、かたじけない、かたじけない。もういっぱい食べすぎてすみませんみたいな。はい、あらあかんわ、最後まであかんかと。すごいすごい。私朝ごはん、はいはい、なんかまだテーマが続いてるような感じ。あ、いいですよ、いいですよ、いいですか、いいですよ。朝ごはんの標語、はい、どうぞ。さあ起きて、うん、ご飯にする、パンにする、それとも中華ってなんかこんな歌あったよね。最後に中華くる、朝ごはんパンロックンロールっていうなんか歌知らない。え、どんなやん。なんかそういう歌なの。へえ、朝ごはん、そう、朝ごはんか朝ごパンか、うん、それとも中華みたいなね、なんかあったかも、あったかも、うん、まあ有名な歌ですよ。中華がいいわ。言うと思ったね、うん、でもいろんなね表があるね。ね、まあ今はほらサラリーマン川柳とかも流行ったりしてるので、うん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 、なんか皆さんも作ってみたら5分ぐらいは時間が潰れます考えることで。そうそう、あ、でも私思い出したけど、なんか大阪には、うん、あのお好み焼きって言って、うん、標語があんねん。ほう、ね、大きな声で挨拶しよう、お、お、うん、で、こ、うん、交通ルールを守ろう、うんうんうん、で、の、うん、のびのび遊ぼう、はいはい、み、みんな仲良くしよう、うん、や、約束事を守ろう、き、綺麗な街にしよう、で、お好み焼きって。すごいね、お好み焼き。大阪のあいうえお作文みたいな。あ、そう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 、頭文字に当てたやつ。いいね。多分なんか東京バージョンとかあるんちゃうかな、分からんけどないの。東京は何を題材に作るの分からんけど、東京うみたいないや、そのままや。大阪いいですね、うんうんうん、さあ、というわけでね、はいはい、もうトイステージラジオね、うん、だんだん回が進むにつれて、うんうん、なんか私たちの変な部分もねえ、なんかどんどん公にさらされてるよねでも、うん、こんな風にね、うんうん、こういう標語とかを作るのも、はい、もう
表現力とかね、うん、そういったものの訓練ですから。もちろんもちろん、ね、うん、やっぱりさ、あの子供たちに分かりやすいこととかも考えたし、うんうん、ね、やっぱりなんかそういう標語とかもやっぱり子供たちが覚えやすいものとか、うん、なんか受け入れられやすいものとか、うん、でその五七五とかもさ、リズム感がすごいいいから、ね、言いやすいとか、きっとそういうのもあるんちゃうかなと思いながら、うんうん、考えてたのが、まあ、今日の後からつけた下下感が満開ですが、はい、さあ皆さんいかがでしょうか、お楽しみいただけましたでしょうか、はい、ね、さあそれではエンディングです。来週はですね、はい、楽しいになる魔法というテーマでおしゃべりしてみたいと思います、はいはい、なんかさ、あのちょっとめんどくさいなって思ったりとか、うん、まあ、あんまりこう率先してはやりたくないなとか、ね、はいはいはい、そういうことって、まあ、世の中ね、うん、日常生活にも、まあ、ちょっとしたことでもあるじゃないですか、うん、いっぱいある。その顔いっぱいあるキュッとなってる、梅干しキュッとなってる、はい、そう、そのねシワをちょっと伸ばしてしまうようなね、まゆちゃんのそのね眉間のシワをちょっと伸ばせるような、その、はい、なんか魔法のね、うん、行動をね、ちょっといろいろ考えて、もう日々ねご機嫌に過ごして、うん、いけるようにちょっとなったらいいなということで、はい、いろいろ素敵ね、それ、うん、考えてみたいと思いますよ、はい、ね、楽しいになる魔法、楽しいになる魔法、はい、はい、皆さんもねぜひあのこんな魔法ありますっていうのがあったらね、うんうん、ブログの方でコメントもいただけたらななんか思いますが、はい、さあというわけで今週も皆さん最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。ね、本当に寒い日が続くので、うん、あのうがい手洗いしっかりして、はい、風邪をひかないようにしてくださいね、うん、はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとう。さあ今日のお相手はトイステージのともみとまゆでした。せーの、バイバーイ。